どうも、たくみです。ということでですね、1ヶ月ぶりのですね、私の登場なんですけどもね、まあなんといってもね、競馬ってのはね、毎週行われますからね、本当は毎週やりたいんですけどね、ネット競馬の陰謀でね、僕は1ヶ月に1回になっちゃったんですけども、ということでですね、なんだこれ、だからちょっとあのね、寄りすぎでしょ、いくらなんでも。ということで、今回ですね、ゲストをですね、なんと2人ね、築地になった代わりに2人ゲストをですね、今回、お呼びするということで、まず1人目のゲストなんですけども、まあはっきり言っちゃえば、一番俺にとって苦手な人っていうか、なんていうかな、もう天敵というかさ、そんな感じの人なんだけどね。じゃあどうぞ。どうもこんにちは。デンジャラスの安田です。もうね、この番組も3回目ぐらい。あ、そう、いや本当にありがとうございます。いやいや本当だってさ、あれじゃん、もうなんか俺よりもネット競馬今さ、うん、そうそうそう、だからね、いろいろ出してもらってんだよ。そうでしょ、いろんなやつ。そうでしょ、ドバイの生配信とか。そうでしょ、この間自分とやったじゃん。あれ CG で、あれさ、電波少年みたいな、あれさ、ひどかったよね。何がひどかった？いやだから俺電話でね、出る形だったじゃん。いつまで経っても通じない風に。ドバイの生配信の話ね。そうそうそう。あ、じゃなくて、ウマップの方の。あ、ウマップの方の。この間のね、この間撮ったばっかりですよね。はいはい、じゃあやろうか。何だね。いやいやいや、約束じゃん。何が、え、のっけ。約束じゃん。のっけから、のっけから。いや、これ知らない人がいるから。そうだよ、見てない人。でも普通さ、この番組見た人は分かるだろ。いや分かるけど、前にウマップのなんとかって、ウマップってなんだよって話なんだけど、その番組の時にレイパパレが負けた、宝塚記念でレイパパレが負けたら、罰ゲームを受けますって、受けますって言った、カメラ目線で言ったよね。言ったオンエアされてるよね。言ったけど、結果どうなった。結果何着？3着です。やろうか。ちょっと待って、まだこれ、濡れタオルビンタと濡れタオルチョップどっちがいいの？いや、ビンタは絶対嫌だ。じゃあチョップね。チョップってどうなるの？チョップってどういう感じ？水泳チョップやる感じ。いや、濡らしてやるから。乾いちゃうから。いや、乾いちゃう。早くやろ。いや、ちょっと、え、マジで？やろう、今だって今、チャンスじゃん。いや、だってほら、宝塚の改装これからあるのよ。その後の方がやっとにする。後に分かった。じゃあこういうとこは、じゃあ乾いちゃうんだ。いや、まあしょうがないですね。じゃあ進めてください、どうぞ。で、ですよ、今日はすごいゲストですよ。だからそうですよ、なんかね、話しようともう当てまくってめちゃくちゃだよ。めちゃくちゃ。いや、もう税務署が勘弁してくれって言ってんだから。え、税金ちゃんと払ってるに決まってんじゃん。ほんと、毎回毎回税務署行って。ほんと、またですかって言われて。うわ、またですか、渡辺さんって言われてんだから。渡辺さん。え、ということで、はい、ゲストはジャイ君です。どうぞ。どうも、はじめまして、お願いします。いや、もうね、初見なんですよ、ほぼ。そうなんですよ。そうなんだ。はい、僕はね、まあ、映像で見たことはあって、亀谷サロンのやつで見たことがあって、その後にクラブハウスで一回多分話した、何のあれ部屋か分かんないけど、もう本当に5分ぐらいですけど、話したぐらいで、そのぐらいの絡みしかないないですよ。で、俺のイメージはそのアーモンドアイ有馬記念で外した栄光をずっと引きずってるっていう。そうそうそう。いや、今日も今そう。だからそういうね、なんか的中したとか外れたとかっていうことがたまにはあるじゃないですか。そのことをずっと言う人なんだ。で、そのウマップっていうね、番組この間撮ったばっかりなんです。で、この間流したばっかりなんですけど、その時にカメラ目線で宝塚記念レイパパレが負けた場合は罰ゲームを受けます。なるほど。って言ったんです。思い切った賭けしましたね。いやいや、だってさ、むしろどうだったんですか。レイパパレ勝ったらなんかご褒美あったわけ。いや、何にもないよ。あ、そうだ、そうだよ。おい、リスクしかないじゃん。いや、リスクしかねえよ。おい、今気づいたわ。リスクしかねえだろ、お前。やがついた。お前ふざけんなよ。お前ふざけんなよ。素晴らしいっていう名声
競馬予想家としてやっぱりすごいっていう名跡ができるわけです。いやでもね、まあ言い訳、まあとりあえずじゃあ VTR 見ながらちょっと話しましょうか。じゃあそうしましょう。ね、はいはい、じゃあまずそう、じゃあもう宝塚から行っちゃおうか先にね。あ、いいですね。いいんじゃない？はい、うん、じゃあ宝塚の VTR ちょっと、見ながら。毎回あーすいません申し訳なかったです。あ、そうだ申し訳なかった。タイトル言ってない、タイトル言ってない。じゃあ行きます。タクミフジョのここまで言うんかい。いや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 、本当にね、もう本当展開的にはね、うん、読みやすかったというか、うん、やっぱ枠順的にも1番2番っていうね、うん、まあそういう対立でっていうのも、対立がもうすぐに決まっちゃって、はい、全然その後動かなかったんだよね。まあ僕が、うん、あの大体金曜日予想しなきゃいけない、はいはい、仕事上、うん、で、あの金曜日の段階で予報見たらなんか日曜日台風だみたいな、ね、そう、土曜日がもう雨で降って、日曜日も曇りのち雨みたいな感じで、うん、まあ、これはもう道悪になるっていう予想で予想しちゃったんで、まあ当たったんですけど、ちょっと余計ななんか買い値も、いやまあだからね、難しい、難しいですよね。あ、だからね、このままだったらもっと絞れてた、絞れてました。あ、そうか、はい、だから俺ね、言い訳するわけじゃないけど、はい、あのネット競馬の、うん、あのウマップのやつ取ったのって、はいはいはい、1週間も前なんですよ。でも1週間ぐらい前ですよね。1週間も前で、ババなんてとてもわからない、天気もわからない、そこでのね、話なんですよね。まあだから、なんで2人でも、でも要はさ、これ、うん、あの1週間前で、うん、これで道悪になったっていうんだったらあれだけど、うん、両方だったから、まあだからね、結局まあそんな言い訳いやだけど、ね、すごい道悪になっちゃって、でもね、難しいのは、毎年さ、ほら4週目に行われてて、はい、今年は2週目じゃないですか、はいはい、そこでさ、でもどれぐらいの雨が降ってどのぐらいの、でもそれは分かってたわけですよ、最初から。2週目だからどのぐらい、2週目だっていうスケジュールは分かってた、そこは分かってたけど、どのぐらいババが悪くなるかっていうのさ、うん、2週目で雨がどのぐらい降ってるか、うん、あの時雨降ると思ってたんじゃん、うん、あの雨降ると思ってた2週目だね、2週目それはすげえ、そっちの方がすげえよ、ただそれ外していくけど、そいや、これね、両方も込みで、いや、これ俺あのユニコーンライオン対抗だったんですけど、それがすごいんだよ。まあもう本命黒のでだから、この 2,3 着は本当にでかいんですよ、うん、でかいね、すごいな。なんなら、カレン・ブーケドールが3着くれば、もうちょっとさらについてたんですよ、うん、だからもうか、ほぼ完璧だったんですけど、うん、この予想として、このユニコーンライオン対抗にした理由ってのは、はい、まずこうあの、まあ、両馬場でも道割れでもいけると思ったのと、はいはいはい、まあ、やっぱり1枠1番っていうのはもう俺は絶好のポジションだと思ったし、で、まあ、吉尾とかが返したことによって、うん、あ、これはもう結構楽に逃げれるなと思って、多分レイパパでもそんなに、やり合わないだろうし、でさらに宝塚記念で、あのユニコーンライオンって非サンデー系じゃないですか、外国さんも、はい、で血統的にも、まあ面白いということで、はいはい、ジャイ君的にさ、はい、俺初めてなんで、うん、ジャイ君的にあの予想するときに、はい、一番骨幹になるのは何ですか？これはね、あんまり教えてくんないんだよ。いや、教えてくんないんだよ。そこが一番知らない。あのね、うん、あの僕の場合はもうオッズですね。オッズなんだ。そうそうそう。はい、あ、そうなん、そうなん、はい、期待値なんで、だからみんなって、まあ予想の人もそうですけど、はいはい、来る馬を当てようとするじゃないですか。うんうん、俺違うんですよ。うん、来た時に、うん、でかい、ファイトを目指そうとしてるから、だから的中じゃないんですよ。なるほど。でもこんなこと言ってるけど、うん、今もう恐ろしいぐらい当たってるから、ね、まあ、そうなんです。めちゃめちゃ当たってる、はい、本当に多分去年、うん、あの去年の G1 で、うん、多分予想家たちの中で去年一番勝ってた僕だった。そう、はい、でたまにさ一緒にこう当たった人がいるわけよ、うんうん、で一緒になるとするじゃん、うん、俺も当たりましたみたいな、はいはい、そうするといくら買ってんのってなるわけよ、うん、でいくら買ってんのってなると金額こっちの方が買ってるからじゃあ俺の勝ちだねってなってさいやでもね去年のね、うん、あのチャンピオンズカップ、はいはいはい、でまあ僕あの動画上げてたわけですよ、うん、あの YouTube、はいはいはい、それを見て、うん、買った人たちが、うん、ありがとうございましたって、いくらか当たりましたっていう、まあ、そのツイッターとか YouTube にコメントくるわけで、それの総額が5000万ぐらいだった。いや、だから、俺、いくら多分、
損してんだろうと思って逆にね、逆にそりゃそうだよね、そうなんですよ、そりゃそうよ、オッズ下がるわけだから、だから僕に乗って当たってるわけですから、うんうん、そうだよね、そうなんですよ、これすごいな。だからもうだから JRA の図動かしてんじゃねえか。いや動かしてるよ。いや多分動かしてると思います。本命したらちょっとやっぱ人気上がりますもん。うん、ねえ、そうだよね。で今度は、うん、まあ宝塚も、うん、レイクロノジェネシス本命で、うん、対抗ユニコーンライオン、うん。はいはいはい。そうすると今度どういう現象が起こるかっていうと、うん、ユニコーンライオンをもともと本命とか対抗にしてる人たちが。うんうわーってなるわけ、ジャイが対抗にしてるからオッズ下がるわっていう文句も出てくるわ、うん、るお前が対抗にするからオッズ下がるじゃないよ、間接的な問題も出てくる全然オッズ動かさないもんいや動かさないだから、あ基本的にもう本当ギャンブラーだよね、そういやすごいさ、そうなのよ、あそうただ今度、うん、これで問題が起こってくるんですよ、うん、僕の中で、うん、なんでかっていうと僕が本命にしたことによってオッズが下がると、うんうん、今度は僕はオッズで勝ってるんで、はい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 、そうするわけだ、ね、本来、うん、期待値がね、そう期待値が下がるわけですよ、はいはい、だから本命すべき馬変わっちゃうわけですよ、うん、でもそれは変えられないじゃないですか、うん、信用もあるから、うん、だからそういうちょっと問題がやっぱ起こってきて、やっぱそういうの変えないんだよね、信用があるから、信用があるからこの人はちょっと変えたりするそうだね、平気で変えたりする、違う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 、それは1回目の俺はゲストで呼んでもらった時にその尻尾は握ったからでもまあもともと信用がないからね、ふざけたのあんまり関係ないんだ、あんまり関係ないお前ふざけんなあ、一応ねこれね、いいねと悪いね、あ、こっちはバカやで、あ、なるほど、なんかあったときあった、はい、で、これはもうそろそろいいの、まだお前のタイミングでいいから、そうそう、それはもう受け手のタイミングで、エンディングの方がいいっすかね、全然、好きなタイミングでいいから、エンディングの方がいいっすかね、もうAV の女優だと思ってますからだってさ、後とかついてさ、最近今全裸監督見ちゃってるからそっちの方の影響でも、あ、俺女優さんのもう気持ちでやるから、これね、一つしまして、全裸監督出てる2に、あ、出てんの？出てんの、ちょっとだけだ、新しい方、新しい方、2、ああ、え、競馬のやつでしょ、そう、競馬のやつ、もう見たよ、俺競馬のやつで、予想家で滝山がいたら出てたでしょ、滝山の出る前に、俺出てる、いや、もともと、だから、タクラが、あの滝山の役ってのが、もともとあれなんだけど、佐々木の予想、そうそう、だからタクラ君でもいいんだよね、そう、そう、だから、タクラが、その佐々木のその癖とかを、だから、伝授するっていうんで、タクラが呼ばれてたの、タクラに俺がさ、全裸監督行くんですか、じゃあ、俺も連れて行けっつって、連れて行ったら、まあ、エキストラみたいな感じ出してもらって、エキストラみたいな感じで、エキストラ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 、そんな感じなの、かっこつけんなよ、エキストラみたいな感じじゃねえよ、エキストラ、完全にエキストラ、エキストラですけど、出てたって言われるんだよ、そういうの、いやいや、だってちゃんと。ドラマに僕も言っていいですか？そうだよ、ね。そんな聞いたことねえ。いやだって全裸監督よ、だって。ロールは出てんの？あ、ロールは出てないけど。出てねえじゃん。いや出てないけど。いやだってでもね。エキストラだろ。じゃあオファー来たわけじゃなくて。うん、そう。俺も連れてけど。すごいな。いや予想ね。ズルズルしいもほどがある。何の話でしたっけ？いや宝塚の。あ、そうか、はい、宝塚のね。うん。ジャイ君的にはじゃあもう完璧な感じですか、ね、そうですね、うん、まあまあクロノジェネシスは、うん、まあ不安はドバイ帰りとか、はいはい、まあまあルメールの乗り換えとかあったんですけど、うん、全く問題ないと思ったし、もう相手ももう正直、グランプリこれ3連覇目ですけど、うん、だいぶ落ちてるし、まあ、落ちてるよね、楽だし、で周り見てもやっぱ血統的にもここも負けられるわけないでしょっていう感じだったんで、うんうん、ちょっと黒のや珍しいですけど、僕一番人気本命するの、でももう本命しましたね。安田君的には僕は奇跡だったから、うんまあまあ決闘だからね、しょうがない、そうです、ね、来なかったから、でも俺絶対に勝つとか言ってないもん、宣言しないもん、罰ゲームの宣言してないもん、全然当たってない、俺はまださ3着だけどさ全然来てねえ、そんなことないよ、何ここで言ったらね、ゴースト来たじゃんね、めちゃくちゃ、あ、だからそんな古い話じゃ、いやだから今お前も古い話するじゃねえか、なんか古い話するじゃねえか、お前もっと古い話するじゃねえか、すげえ綺麗な話を今してんの、でもだから安田さんは過去5年のね、決闘とかで見るから、うん、でもそれは奇跡になるわけです、まあまあ、しょうがないよ、2年で2年でと来てるわけだから、そう金仮面系は2頭しかいないから、うん、で、しかも重賞勝ってるの奇跡しかいないから、なるほど、ただ、そういう競馬するかって思ってたよ、
ね。でもまあ別に悪い競馬じゃないんだけど、うん、ないと思いますよ、うん、だ道悪だったらなぐらいの感じ、うん、なんか決闘的にさユニコーンライオンってのさ、うん、超良血なの。いやだから結局外国サンバだから、うんうんうん、また1位がだってもともと2億でしょ、うん、そうそうそう、一回レイパパレーに抜かれてもう一回抜かしてさ、ね、そうですね、あれがすごいんだよ。まあやっぱ僕的にはレイパパレーはまあ根幹距離の方がいいと思ってて、やっぱり非根幹距離だとあのその差が出たのかなっていう感じはしますね。レイパパレーが今後だから秋どういう競馬するのかっていう、だから東京になるでしょ、GI1はほぼほぼ天皇賞じゃない、天皇賞だったらあの競馬してじゃあどうなる。だから一番いいのが多分天皇賞秋、そうだよね、だからその次がどうかですよね。だからあのマイル行くのかジャパンカップ行くのかっていう、マイル、まあでもどっちかじゃないですかね。まあそうだよね、うん、ちなみにね、あのクロノジェネスの話なんだけど、はい、パドックで見たら、はい、もう諦めましたよ。もう全然むちゃくちゃできてる、びっくりするぐらい。あ、そうですか、ね、なんでこんな静かな。いやいや、なんかもう別に面白いこと言ったら信用がないから、いや終わった後にその話されても、違う違う違う、言ってたよな俺生配信で言ってたの、言ってたよ、言ってたかどうか知らないけど、うん、ね、いや、びっくりするぐらい良かった、なんでこんな静かになるのって面白いこと言ってるよ。いやいや、そうだけど、それはそうだよ、まあまあそうだよ、ただ聞いてるだけだ、滑ってるわけではないんだ。え、それ生で言ってたんですか。生だよ、生だよ、パドックで、あ、もうこれ一着いく、もうこれ一着、安田さんごめんなさいと。いや、そこ言ったのそれ、言ってたんですか。いや、それは言ってないぞっていう、それは言ってないけど、あまりにもできすぎてるから、牝馬だから、もしかして逆に作りすぎてて入れ込むんじゃねえかなぐらいまで、ちょっとマイナスの、そうそう、だからちょっと希望を。レイパパレの方はどうだった。レイパパレは大阪の方が良かった。大阪やっぱり反動が出てる感じ。なんか後っぽい、後付け。いやいや、後付けじゃないですそうだろ、後付けじゃなくてちゃんと。いや、単純にやっぱ条件が絶対大阪兵の方が合ってます、うん、まあね、だからまあ疲れは別としてね、うんうん、それ決闘的にってこと。そうそうそう、決闘的にね、ディープだからね、うん、ユニコーンライオン考えたんだけど、うん、なんで外したかって言ったら、だってレイパパレーがいて、でクロノジェネシスがいてっていう図式じゃん、うん、はい、つまり2頭がいて、果たして前にいる馬が残るのかなと。俺は逆にもうちょっと早めにレイパパレーが、前を潰して後ろが届くんじゃないかなって、ちょっとそれを考えたからね、うん、そこがだからちょっと違ってたっていうか、もう見当違い、甚だじゃない。いやだから一番ね、じゃあ一番何が問題だったかっていうと、ま、問題じゃないんだけど、やっぱルメールなんですよ。ルメールがやっぱもう、レイパパレーだけを意識して競馬してるから、もうああいう競馬になるわけで、レイパパレーよりも絶対出来もいいし、それで切れ味もあるから積んで、普段だったらもうちょっと早めに仕掛けるんだけど、クロノジェネシスってもう直線バグっていうか、ラスト300では先頭に立ってるのが、まあ、普通なんだけど、そうじゃなくてまだ構えてる、ちょっと遅かったよね、遅いんですね、仕掛けを遅らせてるんです、だから余計に前が、でも仕掛けが遅れてるけど、うん、あのいつもよりかは、うん、あの前目につけてたんで、そうそうそう、多分、まあ、どういうレースしても勝ててたんじゃないかと思いますけどね、まあ、まあ、そうね、あ、それはあのあれがね、だからそのなんだっけ、あのグランアレグリアじゃないや、あのあれがね、あのルメールの馬がね、勝ててたってことで、クロノジェネスね、クロノジェネス、今クロノジェネスの話しか、クロノジェネスのモニター出てますけど今クロノジェネス以外の話全くしない、急にグランアレグリアとか言い出してなんだ、何にも出てこねえからお前酔っ払ってんの。いや、酔っ払ってない、酔っ払ってない、目覚ますかこれ。いや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 、もうそれさ、まだまだ、だってじゃあ女優さんと待とう、今日の仕事これだけだから、後がついてからさ、ずっとやるの嫌じゃないか。いや、別に隠しても別に構わない、はい、他になんか言いたいことはもうないですか。そんな振り方あるかな。まあでも本当に宝塚記念はクロノジェネシスが強かったっていうことだけで、うん、そうだね、じゃあ他の2着3着馬が次じゃあどうかっていうのも、うん、もしかしたらうちがね良、ね、かったっていうせいかもしれない。まあ、ちょっと、まあ、あのまあ自慢っぽくなっちゃいますけど、うんうんうん、宝塚記念13頭だったじゃないですか、うんうん、僕7頭切ってるんですよ、うんうん、7頭いらないって、うんうん、で、モズベルロは、うん、両馬場になったらいらないって言ってたね、ってなると5頭じゃないですか、うんうん、その5頭が
全部掲示板です。うん、5連単ってことだよ。5連単。5連単って言って当たってる。もうちょっと、すげえとか、リアクションしろよ。この人そういうのないから。人が当たった自慢はダメだ。ダメだ。納得が出る。俺はね、2人とも知ってたけど、そこの部分だけは2人一致してる。人が当たったら嫌いだっていう。一致してる。いや、でも僕は全然嫌いじゃないですよ。ビクトリア前の話だったらな、よかった。ビクトリアマイルの話。いいよ、その話。その話、前聞いたんだよ。ビクトリアマイルな。ビクトリアマイルが当たったのを、なんか1着がグランアレグリアで、はい、2着ちょっと穴目が来たでしょ。あの辺のやつ、ランブリングが。あの辺を、なんか褒め対抗黒で当てたっていうことをずっと言うの。あの、サネタ5000円。そうよ。いくらだった？されていくら？されていくら？買ってねえよ、3連単なんて。買ってない、されていくら？5000円。こうやって上回ろうとすんだよ。140。お前さ、こういうやり方すんだよ。もう本当、潰すわ。そうだろ。お前、行けよ。そうだろ。本当に最悪だな。最悪なの。だから当たるのもすごいし、だから、なんだろう、俺一緒に番組やってるのよ、バッキューンって番組やってて、で、初めジャイツって言ったのが、まあ一応カリスマだとか。ジャイ先生とかさ、はいはいはい、カリスマの馬で、うん、とかつってよいしょして、うん、で外れてちょっとダメでしたけどって言ったら、はい、いやでもあの回収率はまたプラスになってますからとか、うん、この予想じゃないやつは当たってますからとかいう絡みでそれ笑い作ってたみたいなとこあったのもさ、はい、最近ずっと当ててるからさ、面白いとこなくなっちゃったんだよ。ジャイ先生さすがですねとか、そうですねとか、本当のカリスマ先生面白絡みがなくなっちゃったんだよ。ただ俺だから後輩なのに、ただジャイ先生って言ってさ、なんでしょう、先生的にはねとか言ってさ。でも俺も嫌なんですよ、だからなんかそのツイッターとかで、はい、あの予想家よりジャイを信じた方がいいとか、そういう、うんうんうん、俺なんか予想家と比べられるのすげえ嫌なんですよ。予想家じゃないし。あ、まあまあまあ、そうね。だからしょうがない、でも、うん、そう当てちゃうし、うん、もう当たったっつったら俺も当たった。いや、だから俺が本命対抗黒三角だって、いくら買った、金額が上がった、これだけ儲かったっつって、こいつが黙るわけ。いや、黙るしかない。そのくだりを俺が処理しなきゃいけない。忙しいんだよ、意外と。当てて今回当てたのもそれだけで十分じゃん。いやだからそれ以外もめちゃめちゃ当てるし、地方でもね、まあまあ地方でも、ね、トリプルウマタンとか。そうかそう、トリプルウマタン当ててるって。だからこの間そう、あの、うん、全国で2人しか当ててない、うん、トリプルウマタン、そうなの、6400万。いや、もう笑うしかないよ。それはすごいね。で、それ僕6万6千円で当たってるんですよ、うん、で、もう一人当たってる人、うん、全部、うん、もう YouTuber だったんですよ。で、その動画見たんですけど、うん、290万くらい買ってるんですよ。でもその格の違い、だから点数で格の違い見せつけたんですよ。でもそいつが買ってなかったら、うん、あの1億3000万くらいです。ああ、そうか。そうなん、1人だけだから。1人だけだ。そうなの。もう宝くじですよ、本当に。怖いな。ほら、もう黙り出す。もうグードネコでやだ。もう共演するの嫌だ。もう次から嫌だ。もうだから、もう調べて、ジャイ君の成績を調べて、不調な時に不調な時に呼ぶ。不調な時に、はい、ジャイの予想は、あのスポニチとか、あとジャイチューブって、はい、YouTube で、ああ、やってる。あれしてるから、もう見てる、ほら。参考にしたの。バカ野郎、バカ野郎。最近あのクズ芸人で話題の岡野陽一っていうやつが、あ、人力車の岡野陽一がいるんだけど、そいつは競馬の番組一緒にやるときに、あのジャイチューブを見てからこっちの予想を入れてくる。だから俺と予想がほとんど一緒だ。そうそうそう。お前待って待って、全部一緒だねみたいな。で、今度バレたと思ったらちょっとずらしてくる。ずらす。バレないよ。完全に見てるから。もう最悪ね。そういう人多くなってきてる。じゃあそれぐらい影響力持ってる。いや、持ってるよ。素晴らしい。多分ね、匠さんは、うん、馬券の買いからが下手だと思う。まあそう。いや、俺もそう思う。俺もそう思う。それはいい。俺も今日初対面ですけど、うん、すぐ分かりました。分かる。馬券の買い方が下手。下手なだって。え、なんでそれ分かったの？もうね、やっぱ性格とかでにじみ出てくるんですよ。でも話聞いてるだけで分かるんですけど、勝てる馬券の買い方っていう本が出てるんで、うん、それ読んだ方がいい。お前の本じゃん。お前、お前、お前の本じゃん。じゃあそろそろ、はい、次行きましょうか。はい、次は安田記念の、はい、あ、安田記念。分かりました。さあ、ということで、これ安田記念の VTR なんですけども、はい、もう本当ね、
これこそグランアレグリアだ、うん、ちょっと後ろ目から、うん、行ったっていうところがポイントかと思うんですけど、これジャイキング的にはどうですか。僕は、まず予想の焦点を絞ったんですよ、何が本命とかじゃなくて、はい、まずグランアレグリアが 2,3 着の負け、うん、そうなんだよ、これがすげえんだよ。でインディーチャンプが 4,5 着の馬券、まずそこから買い始めた。おーすごいじゃん、当たってんだって。その収録俺一緒にしてる。そうだから知ってんの、はいはいはい、ダノンから流して、うん、ダノン違いで外しました。あー、うん、プレミアムの方ね。あーそうね、いやキングリはこれ難しいよ。だってずっとさ、だってよくだけど復活したよね。いやまあそうだよね、確かに。いやでも結局、うん、馬券ってやっぱそういうところで、うん、あの人気が勝ち始めてみんなが買い始める頃買っても、うん、遅いんですよ。まあまあまあ、それはそう。でやっぱ人気落ちて、まあここ狙いの、まあダノキング難しかったですけど、うん、もう本当に強い馬じゃないですか、元々はね、ダービー2着ですから。だからこういう時になんか当てれるとやっぱ嬉しいですよね。いやそう、いやでもこれを買うのってなかなか難しいよ。いや難しい。ダノンキングだよ、マイルチャンピオンシップで勝てると思ってたからね、うん、あの時に5着に負けたんだね、まあ、しかもこれでグランが負けるっていうさ、うん、これも難しくて、そうですね、そのやっぱ枠順的な問題ではあるんだよね、うん、要はやっぱり真ん中を馬群を割る形で2回も接触してるから、うん、やっぱそこで、ダノンキングではもう外何の不利もなくっていうところも差なんだけど、だからね、あの時にね、うん、もうじゃあよ、本当にすげえんだなと思ったのは、うん、2着3着負けするって言ってたの、うん、それはどういう根拠で、その2、3着。それも馬券的な妙味と、結局ビクトリアマイルからの疲れ、うんうん、あ、まあ、問題考慮して、まあ、俺もローテーションだと思うけどね、敗因はね。そこは気持ちよかったんですけど、ね、グラニア2、3着のインディチャンプ4、5着が当たってるの、はいはい、そう素晴らしい。そうなんですよね、まあ、素晴らしい。俺もじゃあ、うん、ジャイチューブ見ようかな。そうなんですよ。グランアレグリア 2、3着付けで予想する人っていうのはあんまりいなかったと思う、うん、結果外れたようが何しようが、うん、そうなんです。そこがまあ多分オッズでの買い、ね、単純にレースを予想してってことじゃなくて、なるほどね。まあ一応ね、一人いたんですよ。え、何？あのグランアレグリアは絶対勝たないっていう人が一人いて。どこですか？あのね、あそこにいるね、あのメイクデビュー山田っての、はい、おー、いきなりもうジャイ潰しに入りますけども。いや、いいですよ、全然大丈夫です、全然大丈夫です、はい、ね、潰せないね、それだって、絶対にいくら勝ったって言うから、ね、もうさ、もう金のあるの、まあ、本当最悪。これね、まあ、今日だいぶフォローしてると思うんだけど、うんうん、たった言ってね、悪い意味で言っちゃうと、はい、こんだけ当たってたり、うん、すごいじゃん、何千万、何千万とか当たってんのに、そこまでネットニュースにならないっていうのがね、なんでそれが多分だけど、なんだろう、可愛げのなさかな。このなんか上回ろうとする感じの、もしかしたらさ、そういう意味でさ、うん、当然に思われてるかもしれない、ね。いや、あります、それ。だって、ね、この間ね、あのアンジャッシュの小島さんと、うんうん、日曜日収録一緒で、はい、で、今日競馬どうだったのって聞かれて、うん、あ、今日はでも10万勝ちぐらいですかね、うんうんうん、って言ったら、うんうん、あ、負けじゃんって言われたんですよ。何それ、気持ち悪いよ。その会話気持ち悪いよ。びっくりするな。ちなみに1日いくらぐらい大体入れるの？いや、僕そんな使わないですよ。あの小額で、うん、あのいっぱい勝ちたいんで。いっぱいでしょ、そんなに。いや、自分から言う、いくらえ、俺だいたい1レース200円ぐらいかな。いやいや、でも本当はあの G1 レースだったらまあね、1万円ぐらいですかね。1万円ぐらい。あ、まあでも僕、まあ1日30ぐらいは使います。30万、はい、全然使ってんじゃない。そうすいません、たくみさんのちょっと金額の基準がわからなかった。金銭感覚がないと。どうなんですか、その予想家よりギャンブラーのが当たってる感じ。いや、もう本当に死んでほしい。死んでほしいわね。これが死にかけてるからね。まあ、あの入院してね。あ、そうか、そうだね、入院だからね。え、コロナ入院大変だった。そうそう、大変だったんだから。あ、そうなんだ。死にかけた。あ、そんな人に死んでほしい。ひどいね。知ってきたでしょ。知らない。知ってきた。知らない。でもなんか今日まさに今日ですよ、ツイッターで DM が来て、うん、ジャイさんもそんなに当たってるから、うん、本当に気をつけてくださいって。何？あの
ジャイさん狙われてる可能性がある。なんかこういう人だ。こういう人だ。死ねばいいです。いやいや。こういう人、こういう人。安田記念の話で他にはもう何もないですかね。いやだからまあ前のは別にグランアレグリア秋、うん、まあだからあれですよね、うん、天皇賞秋グランアレグリア来るでしょ多分、うん、ああそうですね、まあ、僕は、うん、あの大阪杯負けたのもババだと思ってるから、うん、ワンタウンだし、うんはいはいはい、天皇賞はグランアレグリアでいいとは思ってるんですけど、うん、それはお二人の意見どうかなっていうのはありますよね。まあでも相手にもよりますけどね、うんうん、でも基本的にこれさあのパトロール見たら、うん、あのゴールを過ぎたところでもう2馬身ぐらい離してるから、うん、だからやっぱり距離伸びても大丈夫なんじゃないかなと、うん、関係ないビクトリアマイルのあの競馬見たら2000でも全然ぶち切ってもおかしくないなっていう、まあ、俺アーモンドアイよりこっちの方が強いと思ってるから基本的に、うんまあ、僕も東京2000だったらこっちの方が強いと思ってます、うん、アーモンドアイより、うん、アーモンドアイより強いと思ってます2400だったらアーモンドアイの方が強いっていうあのビクトリアマイルのあの強さってないじゃないもう着差が全然つかない。だって2着から8着までさ、1馬身差ぐらいの中で1頭だけ4馬身離してるんだよ。そんな強いって。あとだからダノンキングリーが、じゃあ次どう？あ、そうか。あそうです、ね。そうだよね。もうほんとピンパーじゃないかなと思いますけどね。だから J 的にどうなのかと、これね。あだからまあオッズにもよりますけど。これでなんか勝って人気出ちゃったらもう美味しくないかもしれないし、あんまり美味しくない。まあ人気は出るだろうね、少しはね。いや出るでしょう。一応安田記念勝ったもん、ね。なんだろう、毎日王冠あたりですかね。そうだね、毎日王冠じゃないかな、普通は。毎日王冠とかだったらメンバー次第だけど一番人気になっちゃいそうだもん、ね。いやそうですね。ね共通試合も勝ってるから、うんうん。まあだからコントレールあたりも結局成長とかで、そう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 。どっちパターンか、だから絆とかそこら辺で、まあ、あとだから俺これじゃないネット競馬の番組の時になんかまあ今後のなんとかって話になったから、ちょっといろいろ軽く調べたら、あっと思ったのがダービー馬でその翌年 G1 馬もういないっていうのが、ボバーでね、ディープインパクト3区のボバーでダービー馬になったやつは、4歳以降 G1 は1頭もいないから、あ、1頭もいないんですか。1頭もいないと。でその時に一緒だった太郎さんという人が絆はどうですかって言われたんだけど、その人あの絆はあの大阪杯勝った時は当時 G2 だから、あ結局だから勝ってないの。なるほどね。でコントレイルがこの間大阪杯に負けたでしょ、うん、でこの秋、まあこの秋になるけど、うん、じゃあ秋買うんだったら、うん、じゃあそのジャイじゃないけど、コントレール2、3着付けとかいうのやってみてもいいのかなと思って。なるほどね。いや、なんなら外してもいい。あ、そうか。そういう意味で、オッズで考えたら。そうそうそうね。ちょっと買い方習おうかね、改めて。なるほど。勝てる馬券の買い方って。そうそうそう。どこで言ってんですか。コントレールだよ。思い出しました。はい、私、POG 馬です。あ、そうなんですか。ね。人のすごいね、もう喜んでるね。もう芸人の割にはリアクション薄いな。そういうもんだよ、ね、負けるの嫌いだから。物によってリアクションします。ワンアンドにも持ってます。そんなことないでしょ。俺でも POG やったことない。あ、やったことない。俺3年ぐらいやってたけど、やめたの、やったことないから、いまいちちょっとわからない。そう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 。ちなみにほとんど、あのもう雑誌社 の、 あの、うん、POG なんですけど、あの本当に絶賛されましたね、ワンアンドに。でも俺やってないから、もうやってない。その話で、いつゴールなのこれ。え、これいつゴールなの。いや、これもうやります。いや、そもそもここまで貯めたことが失敗する。そうですよ。そんなに見たくないです。そうだ。そんな貯めたくない。俺もそんなにやりたくない。そうだね。そう。じゃあやめよう。やめるか。やめよう。やめよう。じゃあやめましょう。じゃあちょっとなんか、ニンニクのチューブとか買ってきてもらって。鼻に行くチューブでしょ。ちょっと一番つらい。この人ね、一回ね、酢酸を飲ませた。酢酸ってあんまり伝わらないと思うけど、ね、そうか。あ、口にしちゃいけないお酢、うん、あんまり、だから薄めて使わないとダメだ、お酢みたいなやつを、うんうん、それもうね、2日ぐらい火傷状態、あの鼻の中。だから2日ぐらい寝られ、本当に寝られるかなと思ってやってみた。意外とやっぱこの人残酷ですね。いや残酷なの、もう本当そうなの、残酷なのよ。法律なかったら何しろ。本当そう、本当そう。そんなことない。いやいや、もう本当怖いの。そう、だから太田プロでしょ、はい、太田プロの後輩もなんか一見優しそうに見えるじゃないですか、うん、あの
やっぱ安田さんが一番怖いっていう人多いんですよ。安田さんは知らないかもしれない。安田さんは知らないかもしれない。そうだったの。そうなんですよ。そうなんだ。もっと優しくしないとダメだよ、みんな。そう。じゃあ、まあ、やるやらないは別として。うん、じゃあ次のコーナーに参りましょう。ちなみにですね、なんで俺が知ってるちなみにですね、ここまでは YouTube なんですけど、はい、この後はネット競馬限定でですね、はい、ジャイ君、そして、安田君と、はい、僕のお宝馬の、はいはい、そうなんだ。そうなんです。あ、じゃあちょうどいいっちゃちょうどいいんだよ、YouTube の締めだから。そうなんです。じゃあやろうよ。やろうちょっとなんかさ、掛け声とかさ、なんかさ、そういうのあるよね。いきなりバシンだとさ、ちょっと、あのさ、その目が怖いんだ。面白い。目が怖いんだよ。いやいや、違うんだ。面白いとか面白くないの。怖いんだよ。なんかすごいね。目がこう、サスペンスのこの、目だけ見たらサスペンス。犯人と被害者の。目が怖い。これ、やる前にこんな顔できるんだ。いや、違う。マジで、任せじゃないさ。リアクション切りでここまで怖がる人いないんだもん。腕ちょっと試しにやってみる。いや、試すってなんですよ。試してこのぐらいです。試してなんですよ。3、2、1。ちょっと待って。試すって何？そのやられゾーンみたいなのは何なの？どのくらいの打撃かが分かるから。この辺を例えて。この辺を。このぐらいでしょ。せーので。死ぬ。これを胸か顔。いや、もうどっちもやだ。俺さ、そんな悪いことした？ねえ、そんな悪いことした俺。ねえ、じゃあまあ今回は、じゃあ今度やったらあれよ。そうね、今度ミスったら罰よ。うん、それもいい。あとこの後の収録でミスったら、うん、じゃあ、ね、あ、まあ、有料の会の時に。あ、そうね、うん、あ、そうしよう。なんか間違ったりしたらね。そうね、この汗の量見てもらえればさ、もうそんなに書いてない。そんなに汗かいてない。でも濡れタオルだからまだいいですけど、多分本当の気持ちは、うん、もう乳首に釘刺したいとか。タイプの人だった。法律が OK だった。やばいよ、ね、法律が OK だった。法律はダメだからやんないよ。よかった、この人テレビに出てる人で。よかった、テレビの作家だからさ。まだその辺はさ、ちゃんと常識あってよかった、はい、ね、ずっと言ってるから、ね、リアクションの伝道の官庁、うん、世界陸上を考えてるのは俺だから。もう本当最悪、ね、最悪ですよ、もう。唯一の自慢だから。さあ、ということで、じゃあこの後は、はい、ネット競馬、はい、動画配信サービスということで、はいはい、やらせていただきます。お宝馬、はいはい、じゃあ行きたいと思います、はい、じゃあどうぞ。どうぞじゃないよ。さあ、ということでですね、まあ、皆さん、20年後、ジャイ君と安田君のお宝馬が、はいはいはい、実は同じレースなんですよね。ああ、そうですか。来年のフェブラリーに賞金が合えばとかいう感じに順調にいけばっていうことで、ダートで行ったら良血なんで、はいはい、今後の活躍はできるかな。未処理馬がね、コントラレルに、ね、やるよやろうぜって言われても、ちょっと待って、お前未処理馬って何だ。コントラレルと未処理馬。おい、ちょっと待って、お前